身振りさんに合わせて動きましょう。3、2、1、はい、はい、膝を交互に上げリングコンにタッチしましょう。足につけたジョイコンにリングコンをぶつけないようにしましょう。ラスト1回、はい、その調子です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。腰痛改善のトレーニングにもなります。ラスト1回、はい、いい感じです。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。背筋が伸びているか意識します。腰を反らないように注意しましょう。ラスト1回ずつ。はい、OK です。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。慣れてくると動きが小さくなりがちです。気をつけましょう。腰痛予防にもつながります。ラスト1回ずつ。お疲れ様でした。
ときは私を引っ張ってね。ももあげ、ももあげ、
なるべく元気よく左動こう、右左左、右、左、右、あと10回、右、左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 、右
くお腹に力を入れよう。ゆっくり左へ倒そう。ゆっくり戻そう。前にかがむんで後ろに反ったりしないように。お手本の速さに合わせて。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくり右へ倒そう。ゆっくり戻そう。肩が上がりすぎないよう注意して。よし、最後まで姿勢を戻そう。右左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 
くり左へ倒そう。ゆっくり戻そう。お腹に力を入れ、腰が反らないよう注意して。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくり右へ倒そう。ゆっくり戻そう。曲げた膝がかかとよりも前に出ないように。押し込むとき、足は歩くのだけ。無理せず、水分取ろうね。
ビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。腰を下げてスクワットパワーを貯めて、全身を伸ばして、右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。測定しています。そのまま動かさないでください。うまく測れませんでした。測定のポイント、右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。測定しています。そのまま動かさないでください。Thank you.
それではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。右足を前にして足を交差します。体を前に倒し、左足の後ろ側を伸ばしていきましょう。そのままもう少しキープしましょう。体を起こし足を入れ替えます。指先を後ろ側の足に近づけていきましょう。ゆっくり呼吸しながらキープしましょう。腰から順番にゆっくり体を起こします。左膝を曲げ、体の後ろで足首を持ちます。膝を後ろに引き、太ももの前側を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。腰を反らないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。足を開き、膝に手を当てて腰を落とします。左肩を内側に入れて、左の股関節を伸ばしていきましょう。体を正面に戻します。右の股関節も伸ばしていきましょう。膝とつま先は外側に向けましょう。ゆっくり体を戻します。右足を前に出して腰に手を当てます。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。足を入れ替えます。体が硬い人はかかとが浮いてしまっても大丈夫です。ゆっくり体を戻します。腰の骨を支えるように手を当てます。上半身を後ろに傾け、お腹を伸ばしていきましょう。膝は軽く緩める程度に曲げましょう。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。